はい、水玉研究所 YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日は、久しぶりの動画投稿を再開っていうことと、新しく、チャンネル登録してくださった方々が結構いると思うので、水玉動画について説明しようと思います。私ですね、主人格の、ネギと申します。この機体って呼んでるんですけど、体のことを、機体自体は、1987年7月20日生まれ、今36ですね、ミノラーズだと申します。でこの動画チャンネルが始まったきっかけっていうのが、昔、10年前ぐらいに、うちの人格の貴族っていうのがカウンセラー開業っていうのをしまして、で水玉研究所っていうのは開業届が出されていて、でまあ開業届っていうのはまあ例えばカウンセラーで開業届を出したとって、まあ、それ以外のこともやっていいんですけど、まあ、水玉研究所っていうのを立ち上げて、でその広報ツールとして始まりました。でそこから動画編集だとか、まあブログだとか書いてたりとかするときに、なんか日付が抜けてるとか記憶がないとかっていうことが頻発しまして、まあ、動画投稿しました。それに対して他の女の子がレスポンス動画を返しました。千代ちゃんって言います。でその子の動画編集をその子がしているときに貴族に交代があって、その時点で、DID に自分で気がつきました。でそこから、まあ、病院へ行って、まあ、3件で診断、解離性同一性障害の診断を受けていて、まあ、かれこれ9年8年くらい治療を続けております。このチャンネルっていうのは、内部連絡から始まりました。一番最初に動画内で DID が発覚したことから、まあ、いろんな子が動画を残すようになりました。それを撮って中の人がまた編集して、それで自分たちのことを理解するっていうことで、自分たちの DID の病態を把握するっていうことに至っています。なので基本的に視聴者さん向けではなくて、内部向けの動画が、昔の動画は多くなっています。でミノラの病態を知るにあたって見てもらうのは、全然いいかと思うんですけど、多少見づらい部分があるのはご了承ください。で特に、結構前、何年か前に、本チャンネルがちょっと他人の妨害によってちょっとバンされたので、そこから、再起っていう形になっていて、で最近になってようやっと5、6年ぐらいうつ病の治療というか、まあ、合唱状態だったんですけど、まあ、そこから徐々に回復してきて、で今に至って、それから動画編集ができるかなっていう風に思ったというか踏んだので、動画を始め、また再開しようかなっていう風に至っています。ミノラ議事堂っていうものなんですけど、だいたい DID の人とか内在性の人って円卓会議とかっていう風に言うんですけど、当初円卓だと思っていたものが、派生してってどんどん広がっていって、これは円卓じゃ済まない、これは議事堂っていう風に誰かが言い出したので、ミノラ議事堂っていう風に、この頭の中の人たちのことだとか、このみんなのことっていうのを、まあ、ミノラ議事堂っていう風に呼んでいます。ミノラの病態なんですが、うちの親父さんっていうのが、ゴリッゴリの、アスペルガーでして、診断書も出てます。でそこからの二次障害として DID が発症しています。それが2歳頃です。なので純粋な、低型発達の DID とはちょっと違う側面があるので、そこは、うち個人の、症例ということで、ご覧いただければ幸いです。
現在の治療なんですけど、今の病院にかかって、まあ、途中3件で診断あったって言ったんですけど、そこからまあ治療に行かなくなってるんですね。途中働けるようになったりとか、自分たちで治したとか、まあ、いろんな意見があって、で病院も転々としたりとかしちゃって、でそこからまあ、紆余曲折ありまして、今の病院にたどり着いて、まあ、9年8年ぐらいなんですけど、そこで、診察してもらって、カウンセリング、EMDR っていう特殊治療を入る感じなんですけど、まあ、それで、治療を進めていって、今のところ人格交代が激しくない、交代するときもそんなに苦痛を伴わない、まあ頭痛とかあるんですけど、で出ない人とかもいるんですけど、で現実感がないやつもいるんですけど、本当に突拍子もない、こう DID 特有の人格っていうか、まあ、考え方が偏ってるやつだっていうのが集まってるんですけど、まあその EMDR っていうのによって、このフラッシュバックだとか、あと乖離障壁って呼ばれている、その乖離してる人格同士の壁っていうのが薄くなったりとかして、意思疎通が割とかのなんですけど、まあ、記憶共有っていうのと情報共有っていうのとって違うと思うんですけど、まあ、情報共有は割とされてるっていうような感じで、今のパートナーさんだとか周りの人に、こうあの子はこうだったよっていうのだとかっていうのを教えてもらったり、まあ、自分が主人格なんですけど、まあ、後ろに下がって見てるような状態だったりとか、まあ、生活に支障は重症の方よりはまだ生活がしやすいかなというふうにはなってるんですけど、まあ、近年で、まあ、いわゆる事故、まあ、川に飛んだり、コンクリに飛んだり、保護室出られたり逮捕されたり、まあいろんな事件事故があったんで、まあ今のところ障害者手帳1級で、まあ障害年金厚生2級もらいながら、親の支援とかももらいながら、一人暮らしで生活をしておりますっていうようなところです。まあ、もしミノーラに関して、疑問点とか質問あればコメント欄でもいいですし、あとツイッターが、広報アカウントが X ですけど、アットマーク水玉ラボ002っていうのがあるんで、まあ、そちらの方で広報やってるのと、アットマーク水玉ラボっていうのが内部連絡用で、あのフォロワーはないんですけど、そちらの方で、日常生活っていうのを回してるんで、ぜひご覧くださいっていうところで、まあ、何か質問があれば、聞きたいこととかあれば、また個別でも、まあ、コメントでも返しますんで、温かい目で見守っていただければ幸いかなと思います。というところで今日の動画は終わります。じゃあご視聴ありがとうございました。